皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、毎日投稿で台本なし、編集なしの一発収録でお送りしております。マックガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介するコーナーは ゴジラ映画チラシ全集。本日で8枚目となりまして、ご紹介する作品は、1994年のゴジラ VS スペースゴジラの1種類目のチラシということになります。えー、明日ね、えー、この作品の2種類目のチラシも投稿いたしますので、今日明日と連続でご覧になっていただけたらと思います。さあ、こちらの作品ですけども、いかがでしょうか。えー、この作品も結構好きな方多いんじゃないでしょうかね。私もあの、 一ゴジラファンとしてはですね、えー、どの作品がというふうに言われると、結構やっぱり上位に、えー、上がってくる作品でした。えー、非常にこう、テーマ性というか、いろいろ中身が濃くて、そもそもスペースゴジラはなぜ誕生したのか、ね、そして懐かしの,あのモゲラがブラッシュアップされて新たに登場、そして、えー、あのベビーゴジラが進化して、ベビー、リトルゴジラになった。 そして、えー、あとはそうですね、サイグサミのね、ちょっと、恋模様もあったりで。あとは音楽もいいとかね。まあ本当にあのー、いろんな要素があって、えー、好きな作品ですね。で、まあこの一種類目のチラシというのはね、えー、オーライ先生のイラストということになってるんですけどもね。うん。まあ本当にそのあたりも含めちょっといろいろ見ていきましょう。じゃあまずね、上からいきますよ。えー、破壊神降臨と。 ということですね。この、オーライ先生のポスターっていうのは、その時その時のメイン、まあ、新海獣なりっていうのが、こう、後ろにドハッと来るタイプがやっぱ多いですけど、特にこの、ビオランテもそうでしたけど、このスペースゴジラのね、この存在感、これは凄まじいイラストですよね。とてもじゃないけど、どうす、どうするんだい、この、この皆さんっていう感じですからね。はい。で、えー、こうね、 何、まあ、て言うんですっけ、ランドモゲだともう一つ、ランドの、ああ、あの、陸,陸と陸、陸と空なんですよね、確かね、ね。で、えっ、ー、と、フェアリーモスラ、手のひらサイズのモスラが出てきたり、で、スペースゴジラ、やっぱこの水晶体のイメージと、意外に声が噛高いっていうね、キーキー言うんですね。そしてこの福岡タワーかな。で、ゴジラが、スペゴジが来て、で、このね、リトル。まあ、リトルは、 大きくなりましたけど、心はまだ可愛いままっていうかね、幼いままの感じで、まそれがまたいいですけどね。そして、モゲラと。とねー、メカゴジラの次はモゲラだっていうこの発想がね、何からどうなっても嬉しい、ファンとしては嬉しいですけどね。うん、かなり活躍しましたね。はい。あと、そうか。あの、江本さんね、江本明さんの存在感とかね。はい。 じゃあ見てみましょうね、えー。G 細胞とブラックホール。究極の戦闘生物が誕生した。ね、G 細胞ですよ。あの話が絡むんですよね。はい、こんな感じですねス、えー。スペゴジが来てますね。うん。もうこの辺りはもう、スペゴジはもう、あれですよね。言えば、あの、デスゴジというか、あの辺りとほぼほぼなんか似通ってるのかな。デスゴジの方がよりもう筋肉質かな。うん。 えー、読みましょうね。最強の敵は宇宙の果てからやってくると。ビオランテ、キングギドラ、モスラ、メカゴジラ、怪獣王ゴジラの歴史は、ライバル怪獣たちとの激闘の歴史でもあった。シリーズ21作目の新作、ゴジラ VS スペースゴジラでは、究極のライバル、スペースゴジラが宇宙の果てからやってくる。ですね。そして、ここにね、えー、対ゴジラプロジェクト1-2というのがあるんですが、これはまたこの映画の中のね、 キーになってくる話なんですが、対、えー、ゴジラプロジェクト1、M プロジェクト、えー。G 対策センターはメカゴジラでも倒すことのできなかったゴジラに対して新たに究極の対ゴジラ兵器、モゲラを開発した。モゲラを使ってゴジラを倒そうというのが M プロジェクトだってことですね。はい。まあ、モゲラというネーミングもね、後々出てきますけど、面白いですよね。あ、そこから取ってモゲラなのねっていうね。対ゴジラプロジェクト2、T プロジェクト。 T プロジェクトとはテレパシーでゴジラをコントロールしようという計画だ。G4 スタインの新庄浩二と佐藤清は T プロジェクト遂行のためにバーストに派遣された。島にはリトルゴジラがいた。ゴジラも近くに潜んでいるはずだ。ここもはずだったですね。このね、このリトルと江本明さん,んとのなんかこう関係性、あれも良かったですよね。うん。地球の存亡をかけた最終戦争が始まる。 人類が対ゴジラプロジェクトを進めている間に宇宙からはスペースゴジラが地球に迫っていた。地球を守るためモゲラがスペースゴジラに向けられた。T プロジェクトに反対していたサエグサミキは宇宙から届いた地球を守ってくださいというコスモスとフェアリーモスラからのメッセージを受けて T プロジェクトへの参加を決意する。これがまたね、大問題になってくるんですよね。 同じ G 細胞を持つゴジラとスペースゴジラ、そして人類の切り札モゲラによって地球の存亡をかけた最終戦争が始まるですね。うん。まあ、そうですね。ちょっとこう、アクションシーン、人間のアクションシーンね、っていうのもあったりして、そこも面白かったですので、ね。はい。そして、かなり情報量の多いチラシなんですよね。登場怪獣ってありまして、ここにね、やつもありますけども。 ゴジラ、地球上では無敵の怪獣を、身長100メートル。ね、初語字からするともう倍の大きさですからね。スペースゴジラ、G 細胞がブラックホールの中で急激に進化して生まれた究極の戦闘生物。ゴジラと同じ強い生命力を持つゴジラ以上の攻撃力を持つと。身長120メートル。20メートル大きいんですね。核融合エネルギーにより宇宙空間を高速で飛行する。さらに水晶体ね。あの水晶体がまたポイントでしたね。 モゲラ、G 対策センターの開発した対ゴジラ兵器、えー。モビルオペレーション、G はゴジラですね。モビルオペレーション G エキスパートロボットエアロタイプの頭文字を取ってモゲラですね。M-O-G-E-R-A とですね。全長100メートル、ゴジラと一緒ですね。大気圏内外で飛行能力を持つスターファルコンと、あ、そう、スターファルコンでしたね。高速で地下を進むランドモゲラからなり、 空中、地上、地下で自在に分離、合体しながら戦う。ここの変、あの、何ですかね、この分離合体のシーンはスピード感があってすごくね、好きですね。リトルゴジラ。ゴジラとメカゴジラの激戦の後、南の海へ帰っていたベビーゴジラは、南太平洋のバース島で身長30メートルまで成長していた。そう、バース島ね。主題歌が好きなんですよね。なんとか、なんとかオブバース。なんてタイトルでしたっけ。うーん。 いい歌なんですよ。そしてフェアリーモスラ。スペースゴジラの襲来を告げるために妖精となってあ現れた手のひらほどの大きさのモスラですね。はい。で、イラスト。このリトルはかなり目がもうオトメチックですね。可愛いですね。はい。そしてスペースゴジラね。まあ本当にまがまがしいこの容姿、強さですね。そしてこのモーゲラね。このモーゲラはね、好きですよ。好きなんですけど、 地球防衛軍のオリジナルとどっちが好きですかって言われたらね、個人的にはね、ミステリアンのあの地球防衛軍登場したモゲラが好きなんですよね。なぜかというとですね、とても高度な文明を持っているミステリアンたちが作ったとは思えないあの容姿のロボットって感じですね。<laughs> それはもう愛情を込めて言ってるんですよ。本当に。もうなんかね、も愛らしくて仕方がないですよ。あの感じがね。 うん、ひょこひょこ動いてね。うん、なんかこう強いのか弱いのかよくわからないみたいなあの感じね。あれが好きなんですけどね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。というわけでですね。よいしょ。これが1種類目のチラシということになりました。はい。やっぱ力入れてますよね。かなり情報量が多いです。というわけで、えー、明日、えー、このね、 え、作品の2種類目のチラシご紹介いたしますので、また明日もね、連続でご覧になっていただけたらと思います。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。え、またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。